はい、こんにちは、酒井ギタースクールです。今日はスラーの練習、新ギター教本48ページの練習59、カルリのエチュードです。これね、結構おすすめかな。最初はね、すら出てこないんですけど、これ結構手の位置意識しとかないとうまいことすらもできないし、多分、普通にねいい音が出にくいというか、フレット寄りに指を持っていくのが大変っていう。基本これポジション2というね、まあ、基本ポジション2ばっかりじゃないけど、2フレットに1の指、3、4、5フレットに4の指みたいなね。で、小指が楽に届く手の位置、だからこう最初ラドシャブレミ、このまんま小指伸ばしてもしょうがないわけですよね。手の位置が楽に小指が届く手の位置をしっかりと作ること、で初めてフレット寄りにしっかり指を配置できるようになってくると思うので、これ叩くすらね、2弦をミュートしながらラを叩く、ここもで、この1の指ミを弾いた時に次の仕入れ、ここがしっかりいける手の位置、この曲は結構そのね、手の位置、無理やり指を動かしてもしょうがないというか、軽く指が動かせる、軽く指動かすだけで弾ける手の位置を考えるってことが大事だと思います。ここでポジション1に変わるんで、そのまんま中指だけこう持っていこうとしてもダメですよね。しっかり手全体で移動をして、スッと手のね移動、移動してますよね、ここもね。またここで移動してる。スッ、スッ、スッとね。指の移動というよりは手の移動。
2。ポジション1。ポジション2。ということで、しっかりとフレット寄りが狙える手の位置であること、うん、もうここをまずはしっかりとやってしまった方がいいですね、うん、無理やりこうね頑張ってスラをやるというよりは綺麗な形作り、無理のないストレッチでいける、あ指違うか、綺麗な形作りをまずは目指して、まあ、綺麗に弾けりゃいいんですけどね、弾ければもう弾いていいけど、スラをやろうとしてグッとなんか変に力が入るよりはこう位置取りをしっかりする、この後半ここね結構嫌いな人多いんですけど、結構ね位置取りしっかりしてればそんな力入れないでね、さらっとやるだけでまあまあ綺麗に行きやすくなるんです。人差し指側に手持ってってると小指結構ビョーンと伸ばしていくことになるんで、うん、力入りやすい。あとたまにね親指こう出しすぎちゃってる人とかもこの辺のスラはきつくなりそうですね。4なんかやると今度弾けなくなるみたいなね、うん、ブラーン、まあ、手首曲がりすぎててもダメだし、親指出してるようなねちょっとこういう風に曲がっちゃってもダメ、こう曲がりすぎてもダメ、うん、まあ自然とね少しふわっとは曲がってるぐらいだと思いますけど、うん、そのぐらいを目指して、で手の位置、小指が楽に押さえれるところから人差し指をゆっと広げるようなこういうストレッチ、うん、結構ねこの薬指と小指ここを開きにくい人多いんじゃないかなと思います、うん、あと、多分これはみんなだけど中指と薬指は開きにくい、で小指と薬指はうまいことね、こう指を開くっていうよりもこの手のひらを開くイメージ、グワッと、うん、指を開くっていうよりはガバッと手のひらを開く、そんなイメージで開けるといいなと思いますけどね、うん、でもまあ中指薬指に関してはどっちにしても楽器でね演奏で使うには開きにくいので、この2本のストレッチってこういう開きというよりもこう曲げ伸ばしで作る開き、こういう開きを使うことの方が多いかもしれないですね、うん、はい、まあとりあえずそれはいいや、しっかりと手の位置を
差し指側に持っていきすぎない。ずれるところで意識して手の位置をずらす。あまりこうあちこちこうやらなくても届く位置で人とかもね、たまにいます。たまにというか、まあ、結構いるかもしれない、なんとなくタラタラっていくから手もこっちに移動した方がいいのかなみたいに移動しちゃう人、常にその位置は今指が楽なのかどうかみたいなね、そこを意識できるといいと思います。開いてればここはそうでもない、ということで、ポジション2ポジション1っていうね、この位置関係、どこでポジション1なのかポジション2なのかをしっかりと意識して、まだ、ポジション1的な形かな、1か1かな、でここでパッとポジション2の位置で開放弦の時にポジション1にしっかり移動しといて、で次のミでポジション2に移動しといてみたいな、そのポジションが変わるポイントを確実に、守って、そこで位置を確かめる、だからむやみに弾いてもねしょうがないですよね、むやみに弾いてもね、まあ、無理やり弾いちゃうんで結局なんか疲れちゃうし、なのでまあ楽をするってことを考えていきたいかなと思いますね、これもやっぱり結構いいスラーの練習になると思いますので、ぜひやってみてください。まあスラーというよりもね、その位置感、手の位置っていうお話でしたけど、おすすめ練習です。